午後いっぱいを使いまして、OpenMX のチュートリアルコースという形でお話をさせていただきたいと思っています。でここにちょっとプログラムを書きましたけれども、まず最初に OpenMX の概要、それから実習内容の説明、それからインストール方法に関してお話をさせていただいた後に、まず簡単な計算をまず始めていただきまして、ちょっとモチベーションを持ってもらおうかと思っておりまして、まず計算機の中に入って OpenMX のインストールを実際にやっていただいて、で非常に簡単な計算ですけれども、メタン分子のテスト計算を走らせて、でその後に少しご自身の環境に戻られた後に、テストでそのインストールが正しく行われているのかどうかということを確認する、手続きに関しても少し実習したいと思っております。でその後、少しブレイクを取りまして、ここで少しモチベーションが高まると思いますので、計算の実際ともう少し複雑な計算を、実習内容にという形でご説明させていただいた後に、各自最後に実習をして、失業とするという形で5時半までお話をさせていただきたいと思っています。でチュートリアルの目的ですけれども、ここに来られた方はもうすでに目的を持たれているんじゃないかと思いますが、密度反関数理論に基礎付けられた第一原理電子状態計算は、さまざまな物質の成り立ちを量子力学に基づき定量性を持って理解するために非常に有効な手段となっています。で本チュートリアルコースではこの密度反関数理論と OpenMX に、特徴的なんですけれども、数値極材規定法、それからポテンシャル法に基づく汎用第一原理電子状態計算ソフトウェアの OpenMX というものの使用方法を解説します。少しやはりちょっと時間が短いので、中身に関しては少し深い話をする時間はあまりないので、ここではチュートリアルコースという形で、使う、ユーザーの立場からどうやってまず取っかかりを作るのかということに関して少しお話をさせていただきます。それから実際に実習計算を体験していただくと。で中にはすでに計算を始められている方もおそらくおられると思うんですけれども、そういう方に関しては、ここら辺は少しもうほとんど分かっておられるかもしれませんので、疑問に実際に計算を始められて疑問に感じられている点を、ご質問していただいてももちろん構いません。それでも構いません。で実習内容に関しても私が今日用意した実習ではなくて、ご自身の計算を実際にこういう問題があるんですけれどもどうしたらいいですかという、そういう質問をしていただいても全く構いません。でせっかくチュートリアルに来られておりますから、私の思うところはやっぱりこのチュートリアルの後に皆様のご研究に活用していただきたいなというのが私の願いで、なんとかその自分のところに戻られた後に計算、自分の研究にこの OpenMX を役に立てていただきたいと考えています。でまずその OpenMX の概要から順番にお話をしていきますが、OpenMX というのは、密度反関数理論に基づく第一原理電子状態計算のソフトウェアとなっています。で、ノルム保存型の偽ポテンシャルという方法を使用しておりまして、内角電子はあからさまには扱っていません。内角電子はこのノルム保存型偽ポテンシャルの中にエフェクティブに含まれる形で取り込まれています。それから規定関数としては最適化数値極材規定という方法を使っておりまして、これを使ってコンシャムの軌道を展開しています。で左側に基本的な機能を並べています。右側にさまざまな拡張機能を並べていますけれども、基本機能としては LDA局所密度近似、GGA、一般化勾配近似、それから非常に極材した D や F を扱うときに非常に有効な LDA プラス U と呼ばれている方法などを使って、セルフコンシステントな計算をまず電子状態に関して行う。これが一番ベースとなっています。でそれを踏まえて、全エネルギー、それから力の計算、バンド分散、状態密度、構造最適化、有効電荷の解析、それから種々のアンサンブルの下での分子動力学計算、それから電荷ドーピング、それヘルミエンの解析、電子密度のいろんな可視化ですね、キューブデータを用いた可視化であったり、
それから実際にそのユーザーの方が使う上で、まあ、ギポテンシャルや規定のデータベースがすでにほぼ完備されていますので、ご自身の計算を始めたいと思った場合に、このギポテンシャルや規定をご自身で作る必要はないという、そういう利点があるかと思います。それから拡張機能としては、オーダー N 法であったり、定時スケーリング法が実装されておりますし、複雑な磁気構造を扱うためのノンコリニア実性の計算も可能となっていますし、その上でしばしばスピン軌道相互作用が非常に重要になりますけれども、こういうスピン軌道相互作用も自己無動着の形で取り込むことが可能です。それから電気伝導計算に関しては、非平行グリーン関数法という方法が実装されておりまして、これを使って電気伝導の計算が可能になっています。それから電気分布局に関しては、ベリー層の方法を使って電気分局の個体の電気分局の計算が可能です。それと絡みますけれども、最極在化ワニア関数法という方法を使ってデローカライズしたコンシャムの軌道を極在化した軌道に変換することも可能となっています。それから例えば電池のようなシミュレーションの場合には電解電圧をかけることが必要なんですけれども、この電場をかける有効遮蔽対法という方法が実装されています。それから反応経路の解析には NEB 法等々が実装されておりますし、それから角度分解光電子分光のスペクトルと比較する際には、バンドを折りたたまれた非常に複雑なバンドをアンフォールドするという手続きが必要なんですけれども、このアンフォールディング法という方法も実装されています。それからターソフ・ハーマンの方法による STM 像の解析等も可能になっておりまして、今日お渡ししたこのマニュアルの中に、マニュアルをつらつらと眺めていただくと、どういう機能が実装されているか、目次を眺めていただくと、大体、ここには書かれてないものもいくつかあるんですけれども、こういういろいろな機能が実装されています。で、このマニュアルなんですが、実は今日の実習はマニュアルに書かれたものを実習で行います。で、なぜそんなことをするかということなんですが、このマニュアル実はほぼ自己完結的に書かれていて、この中に説明されている計算はほぼ全てトレースすることが可能です。全てのその入力ファイルがインストールした際のワークディレクトリの中にすでに保存されておりまして、でそれを使って実際にここに書かれている計算を全てトレースすることができますので、そういう形で書かれているので、戻られた後でも、それぞれの章を見ていただきまして、この計算どうやってやるのかなという疑問を感じられたら、ほぼここに書いてある通りに手続きを踏んでいただくと、ここに書かれているほぼ同じ計算結果が出てくることになっています。そういう形で書かれています。で、OpenMX の開発の歴史を少しだけお話ししたいんですが、今2014年ですが、開発を開始したのは私が筑波でポスドクをしている時で、それは2000年だったんですけれども、2000年に開発を開始いたしまして、で、当初はそんなに目論見もそんなになかったんですが、とりあえずこういう形のコードを書きたいという非常にナイーブな発想からスタートしまして、で3年ほどいろいろとずっと開発を続けていて、2003年に GNU-GPL というライセンスの下で、一般公開を始めました。でその後、数多くの方が、この開発に、賛同されたというか、共同研究に加わっていただきまして、三相研であったり仏材機構であったり、ソウル大学であったり、金沢大学であったり、北陸先端大であったり、それから企業の方では日産自動車や富士通の方等も開発に加わっておりまして、かなりいろんな方を巻き込んで開発を続けているということです。で、2013年にバージョン 3.7、 これはこのウェブサイトで公開されている最新バージョンになりますけれども、17回ほどそこに至るまでリリースをしておりまして、今に至っています。で、皆さんご存知だと思いますけれども、こういうウェブサイトで、ほぼ全ての
情報が公開されておりまして、ここに行っていただくと、このウェブサイトの中から、ソースファイルをダウンロードすることもできますし、それから先ほど少しお話をした、ギポテンシャルと規定関数に関するデータベースも、全てここに公開されています。でその他、その実装の詳細に関してはこのテクニカルノートと書かれているところにかなりたくさんの情報を公開しておりまして、かなりそのオープンな形で開発そしてそれから公開を続けているということになっています。でもう一回ちょっと OpenMX の開発者をここで、アグノリッチするためにもう一回書きましたけれども、こんな形で、基本的には日本の方が多いですね。日本の方とあと、韓国の方が複数名加わっています。それからあとは中国の方と台湾の方と外国では、UAM というのは、マドリッド大学の方々も、最近では開発に加わっておりますし、それから企業の方は先ほど言いましたけど日産の方であったり、それから富士通の方であったり、それから富士フィルムの方も開発に、加わっているというところになっています。で実際にこの OpenMX を使ってどんな計算をしているかということですが、それ実はここの先ほどのウェブサイトのパブリケーションというところを見ていただけると過去にどんな論文が出版されているかということを確認できますが、そこから少し抜粋して持ってきましたけれども、ここに挙げたようなものがよく計算されています。でこれまでの実績ですけれども、シリセンやグラフェン、カーボンナノチューブや繊維金属酸化物、金属酸化物や分子生態、気土類磁石材料、金属間化合物、リチウムイオン電池材料、鉄鋼材料、それから金属酸化物のアモルファス等々で、今関連論文としては大体240報程度が論文が出版されていることになっています。でいくつか左側に具体的なものを挙げましたけれども、これは私が関与しているものが多いんですが、実験との共同研究によるジルコのライボライド上にシリセン構造の同定をしたというのが実は私たちが初めてだったんですけれども、そういう研究に使われてますし、それからもう一つ本当に新しい酸化物のインシュレーターの状態を実験との共同で見つけ出したものとしては、イリジウム酸化物の J エフェクティブ2分の1モット状態というものを実験との共同で初めて実証しています。それからトポロジカル絶縁体の理論予測にもいろいろと使われておりますし、これは主に韓国と中国のグループはよく使っているんですけれども、そういうのによく使われてますし、それからリチウムイオン電池の電極界面の第一原理分子等比較計算にも最近、これ特に日産のグループが使っておりますね。それから磁石の材料にもいろいろと使われておりまして、最近磁石材料の磁気包性の第一原理計算が行われています。それから表面酸化シリコン基板上のグラフェンナノリボンの大規模電気伝導計算も行われておりますし、 BCC 鉄の金属炭化物析出物の界面構造の予測も最近、これは実は K を使ってるんですけれども、 K を使って行っています。それから最後に書きました、これは三層圏のグループの仕事ですけれども、アモルファス金属酸化物を特徴づける普遍的な中距離秩序構造の提案にも最近 OpenMX が使われています。そういうものが実際の計算の対象となっているということです。いくつか3つほどもう少し具体的にお話したいんですけれども、これは先ほど一番最初に言いましたジルコのダイボライド上のシリセン構造の同定で、シリコン原子からなる蜂の巣格子構造、これシリセンというんですけれども、シリセンは電子デバイス応用に有用な電子構造を持つことが、ディラック項を持つということが理論的に知られているんですが、実験的にはそれを作るのは非常に難しかったんですが、最近金属表面上にこういうシリコンの蜂の巣格子構造ができるということが分かってきまして、で私たちは北陸先端大の高村由紀子先生のグループと一緒になって、実験と理論でいろいろと同定に試みまして、これが実際に
構造最適化で得られた構造なんですが、これ上から見ると確かに蜂の巣格子構造をとっていて、でかつ少しこうバックリングをしているということが第一原理計算から見えてきました。でこれはシリコン 2P の化学シフトの実験と理論の比較ですけれども、まあ、この構造に対して化学シフトを計算すると非常に良い値が得られておりまして、まあ、ほぼ間違いなくジルコのダイボライドの上にシリセン構造ができているんだろうということがほぼ確実なものになっているのではないかと考えています。でこれは富士通研究所のグループとの共同研究ですけれども、これはグラフェンナノリボンデバイスの電気伝導計算をした例ですけれども、これはグラフェンナノリボンは非常に移動度が高いことが分かっていますが、まあ、実際にはそれをフリースタンディングでデバイスとして使うことは非常に困難で、やはり何か基板の上に寝かせる形で実際にそのデバイスとして使うわけです。でその際にもともとのその、ナノリボンの移動度がどれほど落ちるのか、まあ、そういうことに非常に興味が持たれるわけで、実際に表面酸化シリコンを基板としてまずこういう構造を作りまして、でその上にこれはアームチェアです。アームチェアのグラフェンナノリボンを上に置いて伝導計算を実際に行いました。でそこで分かったことは、実際にこういう基板の上に置くと、これはゲートをかけた場合の電流の変化なんですけれども、ここがオフです。ここがオンになりまして、フリースタンディングの場合にはだいたい10の13乗くらいのオンオフ比、電流のオンオフ比があるんですが、上に乗せるとそのオンオフ比が非常に下がりまして、だいたい10の5乗まで低下するということが、まあ、計算から分かりました。でこの10の5乗の値っていうのは実は最近の実験値と非常に良い整合があって、オーダーとしてほぼ合っているということが分かっています。これ一つの例です。でもう一つはこれも実は新日鉄住金の企業との共同研究なんですけれども、これはその鉄鋼材料の硬度、鉄鋼材料中のその積出物の計算を行ったものです。で鉄鋼材料の硬度や人線を制御に有効な手段というものは金属炭化物を積出させることです。で何も入っていないピュアな鉄というのは非常に柔らかくて構造材料としては非常に使いにくいんですが、その硬度や韧性を制御するのにこの中に何らか その不純物を積出させることによって、ディスロケーション、滑りを抑えることができるわけです。でその際にこの積出物がどういう構造をしているのかということが実はその硬度や韧性の制御に非常に効いておりまして、でその構造がどう決まっているのかということを第一原理計算から調べたということです。で実際にこれは海面を計算したんですが、下側が鉄で上側がニオビウムのカーバイド、炭化物になっています。でその際に部分整合海面というものを考えて構造最適化をしますと、こんな面白い構造が出てきまして、鉄原子がカーボンの方にできるだけこう近づくように中にこうベンディング構造を作るということが分かってきました。でここのところは実は2つの鉄が1つのカーボンに手をこう向き合わせるようなディスロケーションセンターというものがここに出てきているということが分かりまして、でここから実は海面エネルギーを見積もることができます。でこの海面エネルギーとそれから実は歪みのエネルギーを実はここからさらに計算しないといけないんですが、歪みのエネルギーに関しては第一原理計算では少し難しいので、モデルポテンシャル法を使って歪みのエネルギーを計算し、実際にその、部分整合積出の場合と完全整合積出構造のエネルギーを比較してみると、そのエネルギーというものはその、積出物 このサイズですね、このサイズによってエネルギーが変わりまして、サイズが小さい時には完全整合の構造が選択されて、であるその式位置の大きさになりますとその2つが交差しまして、それ以上の大きさになると部分整合の項が大きくなるということが分かったわけです。でここ大体このクロッシングポイントは大体 2.3から 2.3 くらいですかね、 2.3 ナノメーターなんですが、実は実験値とこの値は
最近の実験値と非常に良い整合があって、まあ、おそらくこれ実は実験値といっても、テムのイメージとそれから硬さの、間接的な推定値なんですが、その推定値との良い一致が実際に計算から得られているという状況です。